通り。私今から虫食べます。虫食べに行ってきます。行ってきます。こんな感じで立ち飲みが広がっております。こんな感じで中に入ったらどこか分からない。メニューめちゃくちゃ多い。来ました私こちら。おでん、ママのおでん、はい、ね、ママね、おでんね、はい、こんにゃくと、はい、卵と、はい、大根。こんにゃくと卵と大根、はい、かわいいな。ママ手作り大根やんね。そうです。ありがとう。やっと食べれるわ。毎度おなじみおでん、おでん盛り。絶対注文する卵、こんにゃく、大根。これは基本的に大好きなんですけど、大好きだからこそお店によって味が全然違うという。そしてこれがなんと6種盛りだと400円はボケてる。安くないですか。200円。はい、200円。いただきまして、メガハイボール300円。これメガ、皆さんご存知と思いますけど、これキッシュ、あんまり変わんない。ちょっと変わる、でもこんだけでかい。で、これとおでんをいただきます。おでん3種盛り。1個100円ではなくて3つで200円。安いわ。まずは卵はメインなので、全部メイン、これメインメインメインだけど大丈夫、一番味がわかるので。ジュワジュワしてる。美味しい。とっても優しい味です。だしが効いてて京都風な感じ。ほんまに京都だけどね。ほんまだしが効いててすっごい美味しいです。そしてこれ、ここで見ても分かると思うんですけど、目が。基本的にこういう風に何も入ってないの好きなんですよ。プレーンな感じ。お料理の味を邪魔しないように、すっごく美味しく食べれてます。ママが一人でほとんど全部手作りとかでやってるんですよ。ね、おでんも今食べて、おでんもママが手作りですけどね。まだ他にも超美味しいもの見つけたので、美味しいものを見つけたので見てください。それを撮ろうと思いますので、こちらです。手作りですよ。じゃん。あのね、鯖の塩焼きそば。もうルパンめっちゃ美味しそう。全部ママの手作り。私今死ぬほど食べてきたんだけど、めちゃくちゃ美味しそうなので食べようと思います。
ママ卵パンいただきます。はい、どうぞ。これ、はい、ほら、ママが作った、ママと今重なってる、ほら、卵パンが今重なってるよ、ママ。ありがとうございます。いただきます。このままいただきます。いただきます。うん。卵と。ママうま。本当ありがとうございます。嬉しいです。うま。めっちゃうま。ちょっとレタスを挟みましょう。卵うま。友達だけ対応しよう。なぜかこのフレームに合う感じの。ありがとうございます。まだよ。はい、またお待ちします。気になるメニュー見つけました。ポケケルカレーグラタン350円。きっとママの手作り。これを食べたいと思います。はい、カレーグラタン350円、ママの手作り、めっちゃ美味しそう。溶かすんやな、これ多分。そうか、グラタンやし、マカロニ入ってるよね。カレーグラタン食べたことないかもしれへん。カレーグラタン。ガラムマサラ、あー、ありがとう。ガラムマサラ来たよ、ガラムマサラ。とりあえずこれでいただきます。うん。うん、まっ。タバスコも来た。あ、でも辛くないからいけるかもしれん。美味しい。めっちゃ美味しい、これ。インド人びっくり、インド人びっくり。うますぎる。うますぎるけど、このガラムマサラ、こんな本格的やな。あと今、見えへんので、ここに。ここに。これ今この辛いかな、これ。うん、大丈夫。カレーや、普通にちょっとピリ辛になる感じのカレー。美味しい、これかけたら美味しい、ほんまに。これこれ、ねえ、ママがこれタバスコもかけてみてって言ったので、これでもやってみようと思います。普通に普通に美味しい、ほんまにもう超美味しい。インド料理店でもあんまり食べれへんぐらい美味しい。理科の実験風になってて、いただきます。美味しい美味しい。イタリアン、イタリアンになった、イタリアンになったけど、やっぱりこれカレーやし、これ美味しいけど、こっちの方がいい感じ。美味しさ加減は、味加減は、これほんまに普通にほんま美味しいわ。うん、うん、美味しゅうございます。コーヒー中、ママコーヒー中、コーヒー中、はい、250円。はい、そうです。これ今、はい、
ただきましたけども、すっごい濃い、美味しい。何これ、手作りですよね。はい、そうです。今ね、これ、うん、焼酎につけて1週間ぐらいしたらこう、真っ黒になる、コーヒーの色が出てくる。え、最初はこんなに黒くないで、下にも色が出てくるみたいで、1週間ぐらいしたらこう、豆から色が出てきて、ちょっといただきたいと思います。いただきます。これです。これ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 、いただきます。コーヒー中ね、フレッシュもする。こんなある、ある、普通のコーヒーなん、ママがつけてこんな、こんな感じでお風呂屋さんで飲むコーヒー牛乳に変化しました。すごいすごい、おパンチをすごいすごいわ。私今これコーヒー牛乳的な感覚で混ぜたし、飲んでみたけど、コーヒー牛乳じゃないもんね、これお酒が混ざってるプラス、コーヒーのブラックが混ざってるプラス、おでこ痛い。一気にもうなんか100杯ぐらい飲んだぐらい酔えるぐらいな、美味しい、味は美味しい、味は美味しい、すっごいパンチがすごい、これもう。でこれは多分コーヒーチューハイあると思うんですけども、それぞれの作ってるとこあると思うんで、ここで飲みに来てください。ドラム缶、ママの手作り、習ったそうです。よろしくお願いします。これ来ました、虫。私これを食べに来ました。あ、これか思ってる人は間違ってるかもしれない。これじゃないと思ってる人も合ってるかもしれない。皆さんご存知のうん、懐かしい、子供の頃食べました。これほんまはご飯とともに食べようと思いましたけど、今日はお腹がいっぱいなので、お酒と、お酒とともに、お酒とともに、虫に合う、虫に合う、虫に合うよ。ほんまに美味しいわ、これ。しっぽりと飲んで、つまんでいきたいと思います。こちら、缶詰ですよ、缶詰。今時缶詰、ドルルン。これママ、これどこの名物って言ったっけ。これ長野。はい、長野。実家が長野なんで。ん？実家が長野だから。そう、ママの実家が長野の、長野名物のイナゴ缶、イナゴの缶、イナゴの缶を初めて見た。これを食べれるのはここだけ。ここに皆さん、ママの手作りとこのイナゴ缶、虫を食べに来てください。めちゃくちゃ美味しいので、ぜひご来店お待ちしてます。ドラム缶です。よろしくお願いします。ごちそうさまでした。